2.5ヶ月休んで復帰して正直ようやく働けるっていう気が素直な感想で育児ってやってみて分かりますけどすごい辛いですまあ仕事行ったら始まるし辞めたら終わりになるしっていうのでやっぱりオンオフがはっきりしていてメリハリがつくっていうところが仕事の良さと思うので育児をしているのと仕事をしているのとの大きな差だなっていうところでやっぱ仕事の方が楽なんですよね実際。意外とと何も世界は変わってないという現実に <laughs> を見てこれぐらいでは何も変わんないんだなとか一人抜けたぐらいでは別に何も変わんないなっていうのをまあいい意味で気づけたなっていう気がしました、ね、どうだったうまくできたと思ったらあ全然大丈夫ですよってなんかありしたから <laughs> 案ずるよりうむがいっていう <laughs> 結果としては感じてないですね上司に出世に対する影響があるかもって話をされてちょっとは気になって。 実際あの自分の同僚とか後輩の人が先に出世するっていうのもあったりもしたんですけどそれが本当にそのせいなのかどうかっていうのを聞くそれは全然分かんない話なので、うん、実際に育休を取ろうかとか悩んでた子がい でお金も気になるんだって言ってて、まあ、確かにその代内将来お金も減るのは間違いないと思うのでそこは正しく計算して見極めた方がいいと思うし取った方がいいよとも取らない方がいいよとも言えないと思うんですね、まあ、お金に関して言うとそこはあのそ家の事情があるんで正しく話してもらいたいなと思ってててていいいますす、ね、出資がととかかか仕事がとかっっっっ言うんだったららそそこはり調整するからそこははは調整るしし話ています。 地球をどういう目的で取りたいのかということとでその目的を達成するためにどういった困りごとがあるかっていうのも自分の中で一回ちゃんと整理してほしいなと思います、ね、それでお互いそこを話し合ってその解決方法を一緒に考えていきたいっていうふうにしたいと思うので確かに長期間一球で抜けるとした場合まあ、それを前提に職場としてはもう一回あの体制を見直して うまく調整してやっていくので戻ってきたときにちょっとそのまますっぽり入れるかっていうとまたちょっとそこは一回調整が必要になってくるので必ずしも本人が思う通りの仕事にその瞬間は行きつけない可能性はあるのは多分現実だと思うんですよね、うん、ただじゃあそれが本人にとって本当に不利益かていうと多分そこは捉え方一つなのかなっていう気はしていて置かれた 新たな環境の中でいかにやっていくかっていうのも一つのスキルだと思いますしずっと同じことを続けてるのが成果ってっ全然そういう時代でもないのでの変わることをどんどん前向きに捉えてその中で自分が何が活かせるかっていうのを考えてもらいたいなっていうのを期待したいですね環境としては取得しやすいのかなと思っていますその一方で今まさに開発のやり方も今電動化にもちろん変わってきてるっていうかときに新しい技術も入ってくるので まあ正直、不透明要素がたくさんあるのも事実で、そのリスクに対して、いかにその育休が取れるような環境を強いていくかっていうのは、多分我われわれマネジメントの役割かと思うので、<noise> 上位者のの考え方それれが唯一のボトルネックかかななと思いいます <noise> かもしれない <laughs> ハード面としては、誰がやっても変わらない結果を出せるような仕事に対しては、俗人化しないような体制づくり。 仕組み作りっていうのは必要かなと思っています。ソフト面では、誰がいつ抜けても、いつ休みに入っても。まあ、そういうもんだよねっていうのが、当たり前の文化として。職場としに、情勢していくことが必要なのかなと思います。た、割と硬直営の組織なのかなっていうのとか。縦社会的な組織なのかなっていうところが。あるのかなと思います。まあ、取らないで公開する、より取って公開した方がいいと思うので。真の迷いを何かって、ちゃんと明確にすることが大事かなと思います。 そうすることによってその解決策が広がった道が開けると思うので。